通算305勝のグラビン氏、投手の方が圧倒的になれる、今季も二刀流として奮闘を続けているエンゼルスの大谷翔平投手。投手として10試合で4勝4敗。打者として打率259。13本塁打と本調子ではないものの、怪我人が多く出ている中でチームをけん引している。 そんな二刀流右腕に対し通算305勝を挙げた殿堂入り投手が先望の眼差しを送っている私は大谷に嫉妬しているよと語るのは二度のサイ・ヤング賞に輝いた実績を誇る大投手だったトム・グラビン氏米メディア CBS スポーツラジオの番組マギーペルオフの電話インタビューに答え 大谷翔平について語っている。大谷翔平は投手で行くべきか、打者で行くべきか、をテーマに。番組ではグラビン氏にインタビューを実施。同志はまだその必要がないのに、なぜどちらか選ばないといけないのか、と。現時点ではその議論の必要性がないと強調。 そして私は大谷に嫉妬しているよと語った。グラビン氏は現役時代に嘆きの良さにも定評があり、1996年には76打数2 2にあだ。打率289をマーク。この年をはじめ、4度のシルバースラッカー賞も受賞している。そんなグラビン氏は私も 外野をプレイして、投田同時に出場できたらよかったな、と思っている。でも、そんなチャンスはなかったと自身の現役時代を残念がった。グラビン氏は、彼にはできる限り長く、両方をやってもらいたいと前置きした上で、もしどちらか一つに落ち着く必要があるとすれば、打者よりも投手としての方が、 圧倒的になれると感じていると語り、より投手にポテンシャルを感じているという。結出した大谷翔平の能力は往年の大投手も羨むもののようだ。あわや、ノーヒッターにネビン監督代行は、大谷翔平を絶賛、かなりいい球を打った。リアルに刀流前夜の奮闘には懸念もあわや。 ノーヒッターの試合展開に監督代行も肝を冷やしたようだ。現地時間6月15日、ロサンゼルス・エンジェルスは、敵地で行われたロサンゼルス・ドジャースとのフリーウェイシリーズに1対4と完敗。9回1死まで無安打に抑えられていた中、3番 DH の大谷、昌平は、 チーム初安打となるスリーベースで屈辱の大記録を阻止した。この日、ドジャース先発で8回1、3を投げ、1失点、8三振と好投したのは、サワン・タイラー・アンダーソン。昨季2度対戦している大谷翔平にとって、3打数3安打と相性のいい相手だったが、この日は、 1> 第1打席から見逃し三振。空振り三振。ショートゴロ特選。第4打席で一矢報いたものの、チームの逆転には繋がらなかった。MLB 公式サイトによると、エンジェルスの指揮を取るフィルネビン監督代行は、試合後、大谷翔平が放った土壇場での、脳のーソシダについて、大谷にとって、 タフなマッチアップだったし9回で打つには厳しい状況でもあったノーヒットなんて食らいたくないからねと振り返っていたというさらに彼はかなりいい球を打ったその前に打ち取られた時と同じような球をコーナーに引っ張ったんだと続けると今夜は長時間のフライトがあり 明日投げるのにスリーベースを打ったから心配だが、彼は大丈夫だろうとコメント。翌日に先発登板を控える背番号17の回復に信頼を寄せているようだ。これでエンジェルスは、12日のニューヨークメッツ戦から3連敗。相変わらず苦しい状況が続いているが、大谷翔平の二刀流パフォーマンスで流れを、 変えられるか今季11度目のマウンドに上がる侍の活躍に期待したい。